アジメドジョウは、上気孔コイモクドジョウ科アジメドジョウ属に属する魚。日本固有種である。他に、ゴマドジョウの名もある。日本全長は約10センチメートル。他のドジョウと比べ体型は細い。島ドジョウに似ているが、目を通る線状の模様がないことで見分けられる。体側中央から背面にかけて、暗色の虫食い状の斑紋が入る。生息地域や個体によって変異が多い。雲状や点裂になることもある。腹側は白色である。口は頭部の元に位置し、半月型で唇が厚く吸盤状になっている。その口で石に吸い付くように伝い泳ぎをする。口ひげは3体。背びれ、胸びれ、尻びれは体の後方にある。定室がつぶての河川の上、中流域に生息する。冬季になると、伏流の水底に潜り越冬する。食性は雑食で、主に藻類等を食べる。繁殖形態は卵生。不明な点が多いが、1月から3月頃に、伏流水中で産卵すると考えられている。寿命は約3年ほどと考えられている。開発による生息地の減少や、食用としての乱獲等により、生息数は減少している。食用とされることがある。藻類食のため泥臭さがないとされ、土壌類の中では一番身が良いとされる。調理法としては焼き干しで作る吸い物等がある。長良川では石を伝いながら上流へ登ろうとするアジメドジョウを筒へ導いて取る登り落ち漁が行われている。観賞魚として飼育されることもあるが、高水温には弱いため注意が必要である。ペットショップ等で販売されることもあるが、日本に分布する種で生息数が減少しているとはいえ、遺伝子汚染や病気の伝播等が考えられるので、野外への流出のないように管理することが指摘されている。ありがとうございます。